1時間でバク転はできるのか。そうそうそう。ナイス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 。パルクールの先生の伊太郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、1時間でバク転は、できるのかっていうところを、検証していきたいと思います。はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バク転はいろんな要素があるんですけど、一番大事なのは飛びです。はい、飛びがしっかりできないと、その後に空中の正しいフォームをキープしたりとか、着地の時の正しいフォームで設置することができないので、飛びが一番大事なんですよ。はい、でバク転って後ろに飛ぶんですよ。はい、それをこのマットの背落ちから練習していきます。はい、じゃあやっていきます。で、バク転って後ろに飛ぼうとするから、こうやって飛んでる人いるんですよ。はいはいはい。ではなく、下にここから飛びます。ここからこの動き、ちょっと練習してみましょう。はい、いける、いけますね、これ。いけ、いいっすね。で、次、空中で今、飛び切ってない。はい、飛び切るためには、一回、ここまで伸ばしたの。これ、こう伸ばして、あげる動き。はい。一回伸びたの分かりますか？はいはいはい。それ入れます。そうそうそう。そうそうそう。理由っていうのが、はい、こっちに飛んでないんですよ。はいはい、真上に飛んじゃっただけ。はい、後ろに飛びながらそれができないとできないセッティングになってます。はい、ずれ落ちちゃう。はいはいはい、しっかり後ろに行きながら。ああ、そういうことね。そう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 。はい、めっちゃ綺麗。ああ、わかりますわかります。で、これがジャンプの基本です。はい、で次は、はい、恐怖に落とします。はい、感覚の練習です。はい、ここだけ潰れないように指示してください。はい、これで 目線のこうくるって回るのを覚える練習です。はい、バク転が怖い方はこれを一番やった方がいいです。ここが潰れないこと。ナイス。で、離してみて。ナイス。足は揃っていた方がいいです。あ、そうなんだ。もう大丈夫。ここの練習して、あ、そう、めっちゃいい。わかりました。はいはいはい、わかりました。これスローバク転です。じゃあどうですか、今やってみて。いや、あのね、体の動きがすごい、ちょっとラグビーの感覚とは違う感じだけど、ラグビー以外でのトレーニングとかにこうかなりこういうのっていいと思います。なんで、もしよければ、なんか全身運動だと思うんで、やってもらえれば僕はいいんじゃないかなと思います。一番意識してほしいことは、ケトルベルを後ろに投げることを意識してください。はい、で、ここ柔らかいんで、ずりっと落ちても OK です。はい、手はこうついたら折れるんで、はい、こう内側につくようにして、はい、今ゆっくりだったんですけど、ゆっくりいいっすよ。手だけ、手だけいきましょう。手のバンドを紹介確認します。そんくらいの勢いでいっちゃう。そんくらいの勢いで、はい、今こう止まったら分かります。はい、で、最初の勢いが欲しいなっていう感覚になりましょう。はい、はい、おっ、もうそれほぼ分かる。これほぼ分かってるんです。そうなんですか。今これに背中を当てにいってるから飛びができてないらしいですけど、はい、ほぼバク転です。マジですか。もう少しこれ慣れましょう。で、お腹に力が入ってないと腰痛めです。はい、上と後ろ飛びました。その時に今手が、はい、こっから出てるんですよ。あ、はい、ジャンプのこれを意識して使ってほしいです。あ、はい、そうですね、そうですね、そうですね。もっといきます。ここで、体
もフォームになってない自分で回ってもらわないとこれいけないし今90キロ手前ぐらい90キロぐらいです俺でも俺初めてのタイプだで、めっちゃガッツリ補助入るし、はい、さっきよりも俺もちょっと決まっていいですか、はい、ここにいるんで、これ当たる可能性あるんですけど気にせずに飛んでくださいはい、はい、どうぞですいきます、はい、ナイス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 から行きましょうちょっと嬉しいもんねはいどうぞいけたいけたマジかこれもう半角掴めたら結構すぐいけるかも偉そうに言ってるけど、三田さんのおかげやから全部。いやいやいや、そんなことです。これはただそのアドバイスとかリードしただけで、本当にポテンシャルを持ってる方でやり方を教えただけですから、これはみんなができるわけではないです。本当にこれ一番大事ですね。ちょっともう一回だけいいですか。いいですよ、いいですよ、いいですよ。ちょっと楽しんでるじゃないですか。いや、気持ちいいよ、これ。あのね、ほんまにこう。できた後めっちゃ気持ちいい達成感がねそうトライした時みたいな感じイメージうまいこと言ってますけどおーさっきよりいい軌道さっきよりいい軌道すごいで今回は、はい、これで言っちゃうんですけどこれで終わりにしたいと思います、はい、なんでかっていうとめちゃくちゃ詰め込みました、はい、で感覚っていうのはまだ消化しきれてない中で今ここでやりましたやっぱりもうちょっと企画としてあった部分もあるので、はい、であとは手にかかる負担とかっていうのは、まあ、体は慣れてないので硬いところではまだやらないです、はい、でも感覚すごい楽しめたじゃないですかっていうので一回終わらせたいなと思いますよでもバク転としてはこれはできてると思うのでもし引き続きやるのでは、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はいあの僕結構いつも鍛えてるんで見て簡単にできると思って真似だけはしないようにしてくださいその俺がすごいとかじゃなくて本当怪我につながったら危ないんでそ本当にそうです本当にそうですあの段階を踏んで やれば絶対にできるっていうのをゆうたろうさんが言ってくれてるのでそういう段階を踏んでやってくださいはいそんな感じですありがとうございますすいませんありがとうございましたいやあの自分よりこんなに体重重い人を補助したりとか教えることしたことなかったんで自分の勉強にもなったんでありがとうございましたありがとうございました27年間で僕初めてバク転飛ばしてもらって、はい、めちゃくちゃ気持ちよかったよかったっすはいすいませんありがとうございました、はい、あのこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますさよならちょっと遅い遅いっすねもっともう一回浮かしといていくのよね一回着地したところでも掘っていきます